バルマズーイバーロシュ FC は、ハンガリーのハイルビハール県バルマズーイバーロシュをホームタウンとするサッカークラブである。最初のサッカークラブは1912年にバルマズーイバーロシ s c として創設され、後に TSZSE、BSC に改称された。1996年にバルマズーイバーロシ FC が創設された。クラブは、 バルマズ・イバーロシュ氏が100%所有するバルマズ・イバーロシュ・シュポルト KFT となりシニアチームは2011から12シーズンにネムゼティバイノクシャー・グーツ東グループに参加した2012年8月バルマズ・イバーロシュ氏のカミッラ温泉を宣伝するためにバルマズ・カミッラ・ジョージ・フュルデーの名前が使用されることが発表された2016から17シーズンは NB2 最終節で、キシュバールダ FC に勝利して2位になり、ネムゼティバイノクシャーグアイに初昇格した。2017から18シーズンは、NBI 最終第33節まで8位、メゼケベシュド、9位、ハラダーシュ、10位、バルマズーイバーロシュ、11位、バシャシュ、12位リオーシュジュールの5チームが、攻殻争いをする混戦になったが、 フェレンツバーロシュと引き分けたバルマズイバーロシュは11位に順位を落として降格した。ありがとうございます。